皆様こんにちは、米谷彩子です。よく生徒にもしかしたら自分のせいで弾けてないじゃないのかもしれないと言ってます。どういうことかというと、肩当てとか顎当てとかが自分に合っていないとよく弾けないことがあります。工房筆を選ばずというのが一般的には有名ですよね。でもこれはどうも周りの人が言ったことのようで、弘法大師自身は小領集という難しい漢詩文集に次のような言葉を残しています。領工まずその等を理し、能書は皇室を用いう。腕のある職人はまず何よりも先に道具を研ぎ、優れた書家は必ず良い筆を使用すると書いています。また同じような意味で、良菌は木を選ぶ、いい鳥は木を選ぶという意味のことわざもあります。それと自分の体といっても年によって変わってきますし、自分の好みも変わってきますので、絶対のセッティングっていうのはないような気がします。1年くらい前に弦についてというビデオをアップロードしましたが、最近長年使ってきた弦よりももっとお気に入りの弦を見つけましたので報告します。今まで長い間ドミナントの弦を G 線と D 線は G 線と D 線は使っていたんですけれども、同じトマスティックという会社のロンドという弦を試してみたら、なんだかこう昔使っていたガット弦のオリーブを思い出すような音色で今気に入っています。ロンドの A 線、アーセント E 線、 A 線ですねは試しましたが、少し私にとって地味すぎるような音がするので、今まで通り A はドミナントプロ、それから E は時によってピラストロのゴールドかオリーブを使っています。ピラストロのオリーブはまだ少し音がひっくり返るので、ちょっとそのそういうこと時がある時はゴールドを使っている方が安定するような気がします。ただオリーブの方が華やかな音がするのでオリーブの方が好きですけれども、ただこの組み合わせというのはロンド、ドミナントプロ、それからピラストロ、この組み合わせというのは昔に比べてすごく高い値段になって、ロンドもアメリカではまず割引になっていることはないんで、ちょっと昔よりもお金がかかるセッティングになりました。顎当ても何十年も使っていたものをこのガルネリ型の顎当てを使っていましたけれども、半年ぐらい前に少し変えてみました。というのは、私の最近演奏している写真とかビデオを見ると、真ん中のところにこうただ引っ掛けて弾いているように見えるので、もっと真ん中にサポートしてくれるものの方がいいかなと思い始めたんです。アンネーゾヒムタが多分使ってると思うんですけど、この真ん中にちょうど行くフレッシュの顎当てを私は試してもあんまり合わなかったんですけれども、ベンゲルフも最近ガルネリ型の顎当てから真ん中サポート、彼はこれじゃなくてもう一つ違う会社のだと思うんですけど、真ん中のサポートに変えたっていうので面白いなと思っていたんです。今はバーバーという顎当てを使っています。前の顎当てよりもかなり高いので、その分左手がその分少し自由になったのですけれども、まだ 100% ぴったりというわけではなくて、ちょっとこうヤスリで高すぎるところを削ったりしていますけれども、それとこのバーバーという顎当ては手作りなのか、一個一個全く高さも形も違うのが難点です。例えばちょっと分かりますでしょうか。これはもっと低いですし、形も大きさも全然違うんですよね。
それで合わないものは 何個もこう生徒にあげたりなんかしたんですけど、生徒によってはあのババに変えてからとてもよく弾ける生徒もいますし、また他のお弟子さんはフレッシュの真ん中のができますから、それは一概にどれが合うっていうのは自分で試してみないとダメだと思います。ただこのアゴアテの場合は注文してから来ても全然合わないものもあるし、できればアメリカは広いですからメールオーダーっていうかこう通販が多いんですけど、もしお店に行けたらお店で試して買われた方がいいような気がします。数年前 MTNA アメリカのミュージックティーチャー の音楽の先生の集まりの会合みたいなのが、あのストリングティーチャーにもありますし、ミュージックティーチャーっていうのにも毎年そういうのがあるんですけど、私の友達のピアニストがいっぱいクラスがあってセミナーとかあってテクニックとかいろんなことを教えるクラスがあって面白いんだけれども、どこにも年を取ってからどういうふうに弾くかっていうクラスってないねって私に言ったのがとっても印象に残ってるんですけれども、あのベンゲレフも最近アゴアテを真ん中のサポートに変えてと言ってましたし、自分も体が年によって変えていくことによってアゴアテとか肩当てを変えた方がいいということもあると思います。私も前のガルネリだと少しこう体が開くので、どちらがよりかというと前よりも前に持つというような感じがしてます。そうすると少しバイオリンが昔よりも水平に持つことになります。ガルネリ型のアゴアテをつけてると少しこう斜めを向いてることが多いと思います。それとこれはよく私がレッスンでやることなんですけれども、割と生徒さん長いこともう1年以上も弦を変えてない生徒さんもいるんですけど、それをレッスンの間で時間がかかっても目の前で弦は新しいのに取り替えさせるんです。そうするとみんな一様に、わあ自分がこんなにいい音がしてるんだってすごい上手になったってすごい驚くんですけども、その反動が面白くてよくやっています。こっちはこの車のワイパーを1年に1回は絶対変えなくちゃっていうのがあるんですけど、もうできれば半年に1回ぐらい変えてほしいですけど、ともかくあのワイパーのように1年に1回は弦を変えるようにデセントに言ってます。今日はちょっとつれづれにまたお話でした。なんかご参考になればいいと思います。ではまた次回にお目にかかりましょう。